こちら米子市の繁華街に佇む大豪邸ではありません。今月10日米子市に移転オープンした焼肉店正々堂。黒を基調とした高級感あふれる店内で、店主が全国から厳選したブランド牛を楽しめます。こちらは鳥取県が全国に誇る万葉牛のサーロインです。うん、おいしい。噛めば噛むほどこう旨味が出てくるんですよね。脂も本当にこうしつこくなくてとっても美味しいです。そしてやっぱりこのラグジュアリーな空間で食べる焼肉っていうのもいいですよね。2年遅れで、オープンしたんですけども、やっぱりその自分の理想の、料理空間サービスを、お客様に提供したいなという思いで。新型コロナの影響で2年遅れた移転オープン。その期間が贅を尽くしたこだわりの焼肉店につながりました。まだまだ、収束とはなっていませんけども、食を通じてですね、元気になってもらいたいです、はい、たまには外で贅沢焼肉と思うような特別な日にいかがでしょうか。一方こちらの贅沢は一味違います。この美味しそうな焼肉、みんなで七輪を囲んでと思いきや、私の周りは壁です。実はここ一人でも楽しめる焼肉店なんです。店の売りはお一人様大歓迎。4月末、松江駅の高架下にオープンした焼肉神楽。全席完全個室で、団体向けの席のほか、お一人様が使いやすい2人掛けの席を7つ用意しています。数年前の調査では一人で入りづらい飲食店第2位にランクインしている焼肉。果たして楽しめるのか、記者が初挑戦しました。僕は結構お肉をしっかり焼いた方が好きなんですけれども、そのあたりも誰にも気を使わず自分だけの焼肉を楽しめるのが一つこの店の魅力ですね。この店では一人客が全体の3割程度を占め、男女問わず人気なのだとか。接触の心配が少ない個室で一人焼肉、贅沢です。周りの目気にせずに食べていただけて、お値段も生ビール290円とか、お肉も190円からのリーズナブルな値段でもう揃えてますので、お気軽に来ていただければなと思います。仲間と家族と、はたまたお一人様で、ニーズに合わせた焼肉の楽しみ方が広がっています。